ヤコブ・ベルヌイは、ヤコブ、ジャック、あるいはジェームス・ベルヌイとしても知られる、スイスの数学者、科学者。ベルヌイ家の中でも最も卓越した数学者の一人で、あり、微分析文学の発展に寄与した。弟は、ヨハン・ベルヌイ、スイスのバーゼルの生まれ。ヤコブ・ベルヌイは、1676年に、英国に旅した折にロバート・ボイルとロバート・フックに会い、その後、 科学と数学の研究に一生を捧げることになった。1682年からは、バーゼル大学で教鞭を取り、1687年には、同大学の数学の教授に就任する。彼は、ゴッドフリート・ライプニッツと交流を持ち、ライプニッツから微積分を学び、弟のヨハンとも共同研究を行う。彼の初期の業績である、超越曲線とイソプリメトリーは、 この共同作業がもたらした成果である。対数螺旋の深海線及び縮み平線は自分自身に一致することを示した。アルス・コンジェクトンディー、オーパス・ポスト・ユーモムは彼の確率論の偉大な貢献である。ベルヌーイ・シコとベルヌーイ・スーはこの著作から彼の功績を記念して名付けられた。ありがとうございます。